こちらご覧ください。県内のあるお寺にたくさんの人形が所狭しと並んでいます。今回はこの人形の謎を調査してきました。今日の特捜9チームは、寺に大量の人形、なぜ？笹栗町の山中に来ています。謎の人形があるという場所がこちら。いやー、それにしてもものすごい階段です。人気のない階段を登ることおよそ200段。やっと本堂に到着ですけど、すごい。山崎アナが見たものとは。世界最大級の涅槃像が鎮座する笹栗町。笹栗四国霊場88箇所巡りの55番札所のすぐ下にあるお堂。そこで山崎アナが目にしたものとは。たくさんのお人形が山積みになってます。目を疑うほどの山積みにされたお人形が、これは一体？これはですね、子供さんを授かりたいというご夫婦の方来られましてですね、うちの方で子授け祈願をするようになっております。そして上の穴上がっていただきまして、お経を5分ぐらいするんですけど、そしてお帰りにうちの方からお人形をお貸しします。そしてお貸しして持ち帰られると子供さんを授かられますよっていうのが昔からの習わしでございます。ここは笹栗町のお寺、小安観音。子授け祈願のお寺として昔から熱い信仰を集めています。安産祈願で有名な海八幡宮の小安の石と同じで、石の代わりに人形を持ち帰るのが100年以上続く小安観音の風習なのです。九州を中心に全国から祈願に訪れています。そしてできられましたら、新しくそのお貸したお人形と別に市販のお人形を添えていただくと。積もりに積もってその数500体以上のお人形たちが奉納されているんです。10年もできなかったんですけど、できましたということで思いで来られますのでね、赤ちゃん抱いて来られますので、こんな山の中ですけども、非常に感慨深いものがありますよね。住職が見せたいものがあるというので、境内の裏手へ。ここはここがですね、はい、まあ岩が2枚重なってるかどうかは定かではありませんが、そのように見えます。地球ができた時にこの岩がこういうふうにできたんでしょうけど、そこにお不動様、お太子様、なんか一番上にお不動様が祀ってあります。はい、本当ですね。だからこの岩のお姿って言いますか、はい、これがちょっと普通にどこでもないような、まあ2枚岩のような感じになっておりますね。パワースポットみたいな。そうです、場所ですね。そうですね。今言われたようにお不動様はお力をお与えいただく仏様でございますのでね、まさしく言われた通りでございます。自然が作り出したパワースポット、霊場を巡るお遍路さんたちはお不動に参拝し力をいただいているんだとか。この山の雰囲気と、はい、それから川のせせらぎも聞こえてきますし、はい、そうですね、なんだかこう心が洗われるような、はいはい、そう、地球の力じゃないですか、はい、息吹を感じるような場所ですね。そうですね、じっとしてるとですね、子授け祈願の風習も多くの人がここで地球の息吹を感じ取り生まれたのかもしれません。住職のお話で、子供ができたら貸し出したお人形と市販のお人形をお供えしてもらう、まあ、していただく、だから増えるという話でしたけど、あの海八幡宮の石を持って帰る話は有名ですけど、この人形の話は私は全く知りませんでした。僕は、ね、関東の別の神社でね、そこにある小さなお地蔵さん持って帰って、はい、で子供生まれたらそのお地蔵さん返すというのが、いう神社は知ってるんだけど、ただ一体一個一個だから、
この方式だとどんどん増えちゃうね。そうですね、市販の人形をまた、ね、奉納していただくというお話がありまして、他にこんな神社って中島さんあるんですか？はい、人形を持って帰るお寺は全国に数箇所あるそうです。小安観音には現在およそ500体の人形があるそうですが、以前は倍近くあったということで、重みで本堂の床が抜けたこともあるそうです。はい、それのため古い人形を供養したそうです。それでは今日のお題、お寺に大量の人形なぜ、答えこちらです。子授け祈願のお礼で人形を倍返しするうちにどんどん増えたということでした。ここまで特捜9チームでした。